1979年アメリカで一冊の本が出版されました。ジャパン・アズ・ナンバーワン。著者はハーバード大学教授のエズラ・ボーゲル。社会学者として20年に及ぶ日本研究をもとに書き上げました。ジャパン・アズ・ナンバーワンは同じ年日本語にも翻訳され、累計70万部というベストセラーになります。戦後の焼け野原からわずか20年余り、驚異的な復興を成し遂げ、 GNP で西側世界第2位の経済大国となった日本。さらに1980年代には空前の好景気が訪れます。日本の車や電気製品が世界を席巻し、円高を背景に海外旅行がブームになった時代でした。ボーゲル教授は日本経済躍進の秘密を探り、その急成長を予測した学者として政財界のトップから高く評価されます。そしてジャパン・アズ・ナンバーワンという言葉は、いつしか日本こそが世界一という意味の流行語になっていったのです。しかしボーゲル教授の真意は別のところにありました。それは異なる国の人々が交流を重ね、互いの長所を学び合うことが大切だというメッセージです。国と国の間に橋を作るんですね。やっぱり世の中は小さくなって、で国と国の関係はものすごく密接になってしまうと、いい関係を続くようにね、橋渡しすることはですね、私は非常に大事だと思うんでね。2020年に90歳で亡くなるまで生涯を通じて世界を結びつけようとしたエズラ・ボーゲル。父はもう人が好きですし、いろんなこう学ぶことが大好きなんです。関係者の貴重な証言からその偉大な功績を紐解きます。1950年代の終わり、日本がアジアで初めて行われることになるオリンピックに向けて準備を進めていた頃です。当時の東京は舗装されていない道も多く、外国人もまだ珍しい存在でした。アメリカで社会学者としてのキャリアをスタートしていたエズラ・ボーゲルは1958年から2年間、家族と共に日本に住み調査を行いました。 First reason I went was not because I liked Japan, but because I wanted to understand cultural differences. And one of my teachers said that in order to understand my own society, I should go to a place with different culture. So I chose to go to Japan, because I wanted to study and understand a very different culture that was also modernizing. 来日1年目で日本語を学び、2年目からは知人に紹介された中流家庭のもとへ、同じ研究者だった妻と一緒に通い続けました。地域社会や会社の人間関係、子どもの教育から夫婦関係に至るまで、詳細なインタビューを行ったのです。It was a very poor country just beginning to come up. People were polite, studying hard, working hard, trying to clean up, and things were still much poorer than in the United States for a middle-class person. 2年間の研究を終えた後、ボーゲルは最初の著書「日本の新中間階級」を出版します。そこには日本の中流階級の家族が抱える現実が
詳細に記されていました。ヴォーゲルは英語にはないサラリーマンという言葉を紹介し、会社との結びつきや国家観、妻や子供との関係まで深く掘り下げています。この本に書かれている内容は当時アメリカの社会学者たちが予想していたものではありませんでした。アメリカでは給料をもらって生活する人々が増えれば、日本にも欧米のような個人主義が発達するはずだと考えられていたのです。 The story that Ezra and Suzanne told in Japan's new middle class was really very different because they were fascinated by how Japanese individuals, adults and children, remained very tethered to their social group. So the salaryman, for example, would typically work at a mid or large scale organization for many years. And for that reason, he was very beholden to his institution. He needed to maintain close ties with his colleagues. And for women, that was the family and maybe also the other mothers of their children's friends. For the salaryman, it was the company. For children, it was their peers in school. And in the end, I think the story that they tell is the power of these social organizations like the company, the family, extended kin, and their continuing influence over Japanese people, almost as a form of social stability and social welfare. こうした視点は通り一遍のインタビューでは得られません。ヴォーゲルが夫婦で日本の家族6世帯と深く付き合い、親密な関係を続けてきたことの成果でした。なぜヴォーゲルはこのようなアプローチを取ったのでしょうか。日本でその様子を間近に見て育った次男のスティーブンさんに聞きました。いや、 やっぱり父はもう人が好きですし、いろんなこう学ぶことが大好きなんです。で、人に何かを聞くといろんな勉強になりますから、もうそれが元ですね。で、父の博士論文は日本とか中国アジアも関係なくてですね、アメリカの家族の研究をしてたんですけれども、その時もデータではなくてインタビューの方式の研究だったんです。だから今度は日本に行く時も同じようなインタビューベースの研究、まあそれを徹底したわけですね。でもそれが結局父に向いたんですね。研究者と研究対象という関係を超えて同じ人間として徹底的に付き合う、それがヴォーゲルの研究手法だったのです。 Gradually I became toHave many good friends. I found them very reliable, very honest, very decent, very respectful. So I have formed very deep relationships. When you understand another culture, there are many people in those countries that you can learn to love and become real friends. 1960年にアメリカに帰国したヴォーゲルを待ち受けていたのは歴史の大きな曲がり角でした。60年代はケネディ大統領の暗殺、泥沼化していくベトナム戦争、そして公民権運動の指導者キング牧師が暗殺されるなど、国を揺るがす出来事がアメリカに暗い影を落とします。続く70年代は景気が低迷、失業者が街にあふれ、アメリカの貿易収支は赤字に転落しました。ヴォーゲルの教え子の一人、メリー・ホワイト教授です。彼女は70年代日本に滞在してヴォーゲル同様研究を続けていました。 I saw him during that year turn something around inside himself. In all of our many meetingsHe began to say, what can we do about America? What can we do about America? And it became less academic and more personal, this sense of mission. 一方、
急速な経済成長を続けていた日本。1968年には GNP で西ドイツを抜き、西側世界第2位の座に躍り出ます。日本メーカーが製造した製品は海外にも輸出され、低迷するアメリカを尻目に日本は名実ともに経済大国となったのです。劇的な成功の裏には日本の独特な社会構造があると見抜いたヴォーゲル、それを明らかにしてアメリカに伝えようと考えました。He had a mission to use Japan as a model, for modern societies. He wanted Americans to understand and appreciate Japan, even as they were beginning to mistrust Japan's success. So he had started with a book project on the Zaikai, on how elite bureaucrats and business people wereshaping Japan and even solving its problems. And he thought, well, maybe the Zaikai have meaningful lessons for America. But he dropped that book and he decided to use only parts of the Zaikai book in creating Japan as number one, to get, he had a sense of mission.こうして出版されたのがジャパン・アズ・ナンバーワンでした。表紙には工業製品の検査をする若者の写真が大きく一の字の中に収められています。ヴォーゲルは序文で、日本こそ他の国々にとって学ぶべきものを提供する国だと確信したと記しています。そして日本の成功の背景として、官僚主導の産業育成、会社への忠誠心、高度な教育水準など、集団が作り出す社会構造を見出しました。まあ、社会構造からいろんなやり方ですね、習慣はですね、日本は非常にうまくやってるんですね。で、我々は、まあ、西洋はやっぱり日本から習う可能性があると私は思うんですね。表紙には「アメリカへの教訓」という文字、ヴォーゲルの意図が強く伝わってきます。アメリカで出版された同じ年に出された日本語版はたちまち話題となり、累計70万部というベストセラーになったのです。ジャパン・アズ・ナンバーワンが出版された後の80年代、日本は平均株価が5倍にもなるという空前の好景気を迎えていました。日本の躍進を予測した学者として、エズラ・ヴォーゲルの名前は一気に知れ渡ったのです。日本の台頭は、まあ、80年代の方がすごかったかもしれないけれども、70年代にはこれそれは明らかに見えてる。で、それを父が徹底した研究をしているから先に分かったことであって、研究すればそれは分かるもんですよ。例えば日本の会社のやり方がどんなに効率的でやるとかですね、品質がいいというのはもうすぐそれは目に見えますので、それを父が掴んだということですね。一躍時代の寵児となったヴォーゲル、時の総理大臣をはじめ多くの政治家から意見を求められ、自らも積極的に提言をしました。日本に行くと自分から言ったこともあると思いますし、あといろんな人が、あ、中曽根さんに会ったらどうかとかですね、安倍さんに会ったらどうかとかですね、そういうふうにセットしますので、それはまあかなり自然に行われましたね。まあ政治家も多かったけど、一番ビジネス業界の関係の方がもっとあったと思いますね。
まあ、父は常に研究というか勉強してますので、あの日本の実態を知るにはやっぱりその普通の人にもインタビューするんですけども、そのリーダーたちにもインタビューしないと日本のこう実態がわからないと、まあそれが一番大きいですね。カリフォルニア大学バークレー校、エズラの次男スティーブン・ボーゲルさんはここで日本の政治経済について研究をしています。幼い時から父と共に日本で過ごし、高校時代は留学もしていました。そうなんですよ、スティーブンさんが日本のファミリーと呼ぶ人たちがいます。そうなんです。ちょっと一瞬、あ、こちら奥さんです。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当は素晴らしい。アメリカに挨拶に来たいけど、日本からはなかなか。なんとかしてください。あの、学たちは結婚式を6月にしますので、ぜひスティーブにも参加していただきたいです。あ、行きたいですね。実は千葉県市川市にあるこの家、エズラ・ボーゲルが最初に来日した時に調査をした6つの家族の一つです。最初の来日から60年以上が経ち、仲良くしていたこのうちの主人もエズラ自身も亡くなってしまいました。しかし息子のスティーブンさん、そしてこのうちの娘であるカオルさん、さらに孫の世代まで家族ぐるみの付き合いが続いているのです。エズラさんたちはいらっしゃるたんびに、あの市川のお家を何軒か訪問されてて、あのずっと交流は続いていましたね。なんかもう日本語をよくしゃべるとても優しい親戚のおじさんみたいな感じでしたね。カオルさんが大人になって結婚した時、エズラはアメリカからお祝いに駆けつけました。それで、あの長男が生まれた時も、あの私たちのアパートのところに来てくださって抱っこしてくれたりしてるんですね。で、理知的で博愛で人間通です。素晴らしい方だと思いますね。そういう意味でね、日本研究者として、そして一人の友人として家族と触れ合ったエズラ・ボーゲル。親しかったカオルさんの父親が亡くなる半年前には病床を見舞い、昔話に花を咲かせたといいます。いや、お忙しいんですけどね、はい、政治家の方に会ったりどっかで講演会で、うん、あの福岡とか大阪とか行った帰りに連絡くださって、なんかね、我々とお昼ご飯一緒に食べた後に夜は丸々さんに会いました。え、あの元首相のみたいな人とか、明日は誰々さんに会いますみたいな人とか、ね、調べればもう絶対出てくるような有名な人聞いたことあるような人がいて、なんかそんないろんな人がいたがってる中にちょっと、ね、ランチの一緒、そうそう、あのそこに入れていただいちゃってなんか入れていただいちゃいましたね。地位が高いとか低いとかね、そういうこと関係なく、一人一人の人に本当に同じ重さで接してくれてるっていうか、こういう人なんだなということがやっぱり私たちも強く残りましたね。エズラ・ボーゲルのこうした人に対する姿勢はどこから生まれたのでしょうか。アメリカ中西部オハイオ州デラウェア、エズラはここで穏やかな両親、そして3歳下の妹と育ちました。デラウェアは人口9000人ほどの小さな町、通りを歩けば誰もがエズラに声をかけてきました。はい、エズラ。はい。学校は好きかい？イエーイ。何の科目が一番好きなの？休み時間。エズラはとても元気な男の子、休み時間には缶蹴りや鬼ごっこをして遊んでいました。この学校では
工場労働者や農家などさまざまな家庭の子どもたちが一緒に学んでいたのです。エズラの両親は男性用洋服店を営んでいました。ジョーは町のみんなに愛されるお店にしたいという願いからピープルズストア、みんなのお店と名付けました。エズラは小学校に上がるようになると父の店を手伝うようになりました。父のジョーはエズラにいつもこう語っていました。いいかいエズラ、金持ちと貧乏人、白人と黒人、すべての人に平等に接しなさい。はい父さん。当時1930年代は大恐慌で失業者が街にあふれていた時代です。ある寒い日、こんなことがありました。顔なじみの労働者が寒さに震えながら店にやってきました。ジョー、実は失業してしまったんだ。寒そうだね。君はコートを持っているのかい？いや、持ってない。するとジョーは黙ってコートをラックから外してこう言うのでした。これは君のものだ。代金はいつでもいいよ。男は大粒の涙を流してありがとうと繰り返しました。エズラ少年はそんな父の姿を見ながら育ったのです。エズラの妹フェイさんです。当時の店の様子についてよく覚えていました。People came and paid him when they were able to, but I think most of the people did it because they were very honest and they were proud also. People were proud and they wanted to pay back what they owed. But my father made it easy for them. フェイさんによれば、エズラは父親の影響を強く受けていると言います。If you see in my background, this bookcase, that was my father's bookcase. He had a huge library. He had lots of books on religion, politics, on history. He loved to read. At the same time, in the store, he was very interested in the farmers. He used to talk to them about what they did. He wanted to learn. He wanted to understand.My father was an immigrant coming here, and he was just very interested in people. And when I think of Ezra's first year in Japan and he was interviewing people, it was almost like that. And he was interested in what everybody did, right? He was interested to understand what their life was like. And he was always interested in other people, but my father was just like that.ヴォーゲルがジャパンアズナンバーワンを執筆するために取材した人の数は官僚や財界人、企業の経営者などおよそ100人に上ります。続編も次々に出版され、ジャパンアズナンバーワンは社会的な流行語となりました。1980年代、日本はバブル経済に突入。これまでにない円高を背景に、海外ショッピングで高価なブランド品を買う日本人、強気の姿勢でアメリカの企業や不動産を買収する日本企業もありました。ヴォーゲルが使った「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という言葉がいつしか日本こそが世界一という意味に誤解され、一人歩きし始めます。ヴォーゲルは出版の際、日本版への序文を書き加えていました。そこには日本は傲慢の虜にならないようにという戒めが記されていたのです。僕は80年代の後半はですね、おかしくなったと思います。
それは自信満々でね、ボブルができて、それを一番、まあ、ダメの時代だと私は思うんですね。僕はあの本を書いた時、ジャパンズの本を書いた時ですね、もう少し研究してこれから、勉強し続けてくださいと、僕は言ったんですが、その点でですね、やっぱり十分にやらなかったということも言えると思いますね、はい、90年代アメリカではゴーゲルの影響で日本から学ぶ動きが始まっていました。チームワークを重視した日本式の経営学が大学で採用されます。小学校でも日本式の教育法が取り入れられました。21世紀に向けてアメリカは再び活力を取り戻そうとしていたのです。一方、長い景気の停滞に陥ったその後の日本、しかしボーゲルは経済だけではない社会が持つ力を冷静に分析していました。ある人間はね、日本はまあ失敗したとか、またあの全然ダメだとか、そういう言い方もあるんですけれども、やっぱり私の目から見ると、まあ高度成長一年終わってですね、日本人平均してね、生活は悪くないと。で、大体経済学者はね、まあ経済は破綻しないと全然ダメだけど、人間のまあ例えば、教育水準と犯罪の問題と長生きとか、いろんな面でね、日本はそれほど悪くないと、私まだ、見てますね。アメリカ、ボストン近郊にあるハーバード大学にほど近い場所。ここにボーゲルがその人生の大半を過ごした家があります。ああ、おはようございます。妻のシャーロット・アイケルズさんです。人類学者のシャーロットさんは、ボーゲルのパートナーとして40年もの月日を共に過ごしてきました。主が亡くなってからも部屋はそのままにしてあるといいます。 As you can see, Ezra was not a very neat person. He has layers, it's sort of like an archaeological excavation. The most recent stuff is on the top.And the older stuff is on the bottom. 2020年、病気で倒れる直前までここで研究を続けていたそうです。More books, obviously. ボーゲルが日本研究と並行して続けてきたライフワークがあります。中国社会の研究です。アメリカが中国と正式に国交を結ぶ前から大陸に行き、日本と同様にさまざまな人脈を築いてきました。70歳でハーバード大学を退職した後、10年もの歳月をかけ300人という膨大な数のインタビューをもとに書き上げた本、現代中国の父小平です。1970年代に改革開放を訴え、中国近代化の礎を築いた小平、来日した時には日本の成功に学びたいと自動車工場や新幹線などを視察しました。中間ちょうど快早いと思います。2011年に出版されたこの本は、その後中国で150万部以上の大ベストセラーになりました。 He had a long interest in both countries and in their development and in their relationships with the United States and their relationships with each other. ボーゲルが
晩年力を注いでいた活動にヴォーゲル塾があります。日本から留学している官僚や若いビジネスマン、留学生などが中心となって生まれた勉強会です。This is the room where the juku took place. Chairs would be arranged. 若者たちは定期的に集まって、ヴォーゲルと共に様々な社会問題を議論しました。そしてこの部屋には、ハーバードで学ぶ中国人の学生もヴォーゲルを慕って集まっていました。He loves networking. He loves not just meeting people himself, but connecting people. ハーバード大学フェアバンク中国研究センター。かつてここで日本と中国の専門家として所長を務めていたヴォーゲルが、人生最後に選んだテーマは日中関係でした。ヴォーゲルが亡くなる前年に出版された著書、日中関係1500年の歴史をまとめた大作です。現在の所長マイケル・ソニーさんはヴォーゲルから研究者として多くのことを教わったといいます。 He was committed to using scholarship to change the worldHis last book, of course, on Japan-China relations was a book on an important subject. But Ezra wrote that book not because it was an important subject for scholarship, but because he thought it was very important for the world that Japan and China get along. And he wrote the book, I'm quite sure, as a contribution to improving relations between Japan and China.The other thing that I think is true of Ezra's philosophy is that ultimately he was convinced that our common humanity was more important than any of the possible differences between us. He was committed to being a bridge builder, building bridges between societies, between Japan and the United States, between China and the United States, between Japan and China, building bridges between people. He thought thatWhat we shared in common was enough for us to build those bridges. In 2019, the last meeting in Japan, Vogel left a message. The country and country are building a bridge.やっぱり世の中は小さくなって、で国と国の関係はものすごく密接になってしまうと、いい関係を続くようにね、橋渡しすることはですね、私は非常に大事だと思うんでね、すみません、長くやっぱり勝手なこと言ってありがとうございました。ヴォーゲルが好んだ言葉があります。学ぶところのない人間などいない。あらゆる偏見を捨て、人間を見つめ、そして人間を愛し続けた90年間でした。